ラストもね全然違ったんだよね。だから あそうなんだ、うん、あの、うん、エスティニオンがイーゼックに飲み込まれてみたらなかった。そう、それぐらいの引きがないとね面白くねえって。なるほどね。ダメだよ。あのついにホッとした瞬間にお前がニーズ、あのお前が我になれぐらいやらないとって言って、じゃあそれでってなった。でもまあちょっと、うん、まあ俺が言うのもなんだけど、うん、その今すぐあんな苦労してね、うん、へっぱがしたね、うん、目をね、うん、なんかもうあの、うん、地方とかで焼かないで、うん、海に捨ててみたいな感じでねおいって投げてね。お前今の方がねうまかった今の方がうまかった、うん、なんかね、いや違う違う違う、あれは違うのよ、うん、そもそももう一回で、ね、3.0 のラストを見直してほしくて、あの時エスティニアン言ってるのよちゃんと。あとはこれでこいつを雲海に投げ捨てればって言ってるの。つまり、うん、イシュガルドの民で、あの竜の目の扱いはもうその雲海の底へ葬るもんだっていう風に思ってたわけだ。あいつらか、あいつらのその間違った認識が、とにかく人の手に渡してはならん、ならんと。あのそうだめだ、その後えらいことになってるじゃないですか。まあ、まあ、そうなんだけど闇線がさ拾いに行くとか思ってなかったんだよね。あんななんか人外人が行けるわけない場所を多分ね、あそこは闇の戦士たち何度も死にながら超える力を発動して降りてって、頑張って行ったんだ。そう、足踏み外して落ちてあのワイプしてまた超える力をかけてっていうので、あれほら一瞬で拾われてるように見えるけど、あの中にめちゃめちゃ何百時間谷底レイドがあったんだよ彼は。それで拾ったんだけど、まあ、そこまで語ると長尺になっちゃうからさっと拾っていく、カットしたら投げたらすぐ拾われたじゃねえかよって言われてて、あれはねレイドがあそこにね闇線側のね谷底レイドがあったんですよそっかそっか、あそこで2人ぐらい多分ね仲間なくしてるね。そっか、本当はね もうちょっと8人パーティーであの来たのかもしれないんだけど、何人かもう抜けますね。抜けますとても竜の目までは届かない、そこちょっともういいっすわちょっと抜けますね。じゃあ大変っすね。それはそれで大変だったんだ。そんなエピソードをね、そっかそっか、まあ、じゃあしょうがね、じゃあしょうがね、しょうがねえべ、うん、いやだからその投げ捨てる予定だったら誰にも手の届かない、ロード・オブ・ザ・リングのさ、リングだってそうだし、なんかこうハリーポッターでも劇場版はちょっと原作とは違うけど、うん、まあとか、まああれをそのやったつもりだったんだけどおいって言われたね。いやそれ、いやもうそこまで考えないと浅はかにしか見えないですからね。海に捨ててボーイみたいな、それ拾われない、大丈夫みたいな、ほんとそれ気に入ってんだあれはこれですけどね、海に捨ててあれ大好きなるほどね。いやもうあれときめきましたもん。彼女にする人はこういう感じで石を託す人がいいな。そうだ、うん、俺どっちかって言ったらあれだよね、ドーラおばさんに惚れました。ああそれは そうだったよ、海賊の。だって俺あのキャビンにこうかかってる絵でやっぱりドーラだろって。でもやばいですよズボン。まあそうだけど別にそこはこんなだ、まあ、あとはムスカになりたかったね。ああ小僧から石を取り戻せ。まだ慣れるかもしれないですよ。あ、まあ確かに、うん、なんか親父かなんかに聞いたら意外と、いや実は吉田家は王族の、なるほどね、語り始めるかもしれない。石が家にあるかもしれない古い名前がないかは確認してみよう何の放送やねんというわけで2人でバルセやるのは最後、放送の最後かな、ね、やる。でもこの、あ、まあ、今日やってねえし、お前よしやってねえし、急に生き生きとしだしたな。2人でバルスやってる。なんで我々そんなジブリに貢献してるの？これ、あの、休憩しないと怒られますよ。怒られるよ、そろそろ。じゃあ、うん、まあ、おかしな盛り上がりをしたところで、うん、流れを戻すためにも一回休憩をさせていただこうかなと思っております。はい、で、この休憩中、なんだろう、休憩にならないものは何もなく、純粋に休憩しても大丈夫。なるほど、なるほど、なるほど。
番宣の番宣 PV みたいなやつ、そうそう、休憩のお供にこのサントラの PV を流すそうなので、まあご覧いただけますか。はい、そうしてください。では10分後ぐらい、今22時10分なので20分にしましょう。再開で、はい、行きましょう。おい、それでは後ほど。特に声直ってきたね。うぅー、ビニスやめれよ。それでは、最後にね、究極幻想をお届けしたいと思います。せーの、バルス。